新宮駅に到着だ。京都からおよそ4時間じゃ。海沿いを長く走ってきたわね。オーシャンアローと同じ路線を走る特急は他にもあるんじゃよ。特急スーパークロシオ381系だ。特急クロシオの1号車にパノラマ型のグリーン車、6号車に女性専用席を組み合わせたのが特急スーパークロシオじゃ。特急クロシオ381系だ。クロシオは1975年に天王寺と新宮の間が電化された時にこの路線の特急として登場したんじゃ。昔から頑張ってるのね。京都と新宮の間で運転士は5人交代するんじゃ。へえ、なぜ？それぞれ運転士が担当する区間が違うんじゃよ。ディーゼル機関車だ。快速紀ノ国シーサイドはこの DE10 型ディーゼル機関車が4両の客車を引っ張って白浜まで行くんじゃよ。JR 大阪環状線の201系だ。そう、大阪環状線の主力車両じゃ。橋を渡るところが多いのね。1周 21.7 キロのうち橋は228箇所あるんじゃよ。踏切は1箇所ですよね、博士。そう、ほとんどが立体交差で高いところを走っているからね。天王寺と和歌山を結ぶ阪和線の普通電車も103系じゃ。103系は何両作られたかわかるかな？
わからない。およそ3500両も作られたんじゃ。博士が若い頃は通勤電車のほとんどが103系だったんじゃ。103系は紀勢本線でも頑張ってるよ。聞いたなべき。折り返し18時14分発の普通列車午後1時に変わります。それでこの列車は折り返し18時14分発6時14分発の普通列車午後1時に変わります。ここで103系は新宮行きの105系に連絡するんじゃ。近鉄特急といえばビスタカーだ。ん？ビスタカーとは2階建て車両が組まれた電車のことを言うんじゃよ。この2階建て車両はビスタ X だ。窓が広くて大きいわ。ビスタ X は1996年から2000年にかけて大変身し、曲面ガラスなど新しい技術とデザインを取り入れたんじゃ。先頭車の正面に扉がある貫通型じゃから、他の形式のものといろんな組み合わせができるんじゃ。2万2000系 ACE もいろんな形式の車両と組み合わせられる特急じゃ。じゃあいろんな線で走ってるのね。時速130キロも出るんだよ。ビスタ X と2万2000系 ACE だ。この2万2000系の狭いレールを走るタイプが1万6400系で、南大阪線、吉野線用の特急なんじゃよ。12400系だ。1977年に登場したものじゃ。この系統は少し違う形がいくつかあるんじゃ。12200系だ。近鉄特急のご長寿車両じゃ。1969年から166両が作られたんじゃが、もう30年以上も経っておる。そろそろ引退だね。いやいや、もう少し頑張るぞ。団体専用車の青空2だ。青空2は主に修学旅行用に使われるんじゃが、楽は団体旅行用じゃよ。はかるくん、架線、信号、通信を一度に検測できる電気検測車じゃ。5800系 LC カー。日本で一番最初にロングシートとクロスシートを自動で変えられるようにしたんだよ。よく知ってるね。ラッシュの時はロングシートに早変わりじゃ。すごい、座席が一列になっちゃった。
5820系も自動転換できるんじゃ。2001年にローレル賞という立派な賞をもらっているんじゃよ。奈良線を走る9820系だ。ラッシュの時は10両編成で運転しておるんじゃよ。1810系だ。名古屋線専用の車両じゃよ。クロスシート車両の5200系だ。連結しているのは1810系だ。京都線の8600系だ。いっぱい絵が描いてある。京都の地下鉄に乗り入れている3220系じゃ。3220系がデビューする前の1986年に京都の地下鉄乗り入れようとして作られたのが3200系じゃ。3200系は奈良線でも見かけるよ。南大阪線を走る6419系がアルミカーじゃ。アルミカーは軽くて錆びない。加工もリサイクルもしやすいというメリットがあるんじゃよ。京阪奈線の7000系。あれ、パンタグラフがないわ。京阪奈線は大阪の地下鉄に乗り入れるため、終電方式や車両の長さ、そしていろいろな機械を地下鉄に合わせてあるんじゃよ。7020系も乗り入れ用の車両だよ。かわいい絵。2004年に登場したんじゃ。近鉄の通勤電車はいろんな形式の車両と組み合わせて使っていることが多いんじゃよ。6020系だ。南大阪線の通勤電車で一番多いのがこの車両じゃ。わー、かわいいケーブルカー。日本で最初のケーブルカー、生駒工作線だよ。ブルドッグと三毛猫がいるんじゃよ。近鉄は兵庫県の神戸から三重県の伊勢賢島、愛知県の名古屋まですごく広いところを走っているんだね。特急だけでもいろんな車両がたくさん走ってる。2009年に登場した22600系エースは近鉄で一番新しい特急で、これからどんどん登場するじゃろう。楽しみだな。神戸の地下鉄ね。神戸の地下鉄1000系は静清線の妙谷新長田間が開通した1977年からずっと走っているんだよ。日本の地下鉄車両で初めて全ての車両にクーラーが付けられたのがこの1000系じゃ。クーラーのほか当時の最新鋭技術が活かされて作られたんじゃよ。神戸の地下鉄は新神戸から静清中央までの静清山手線と、三宮花時計前から新長田までを結ぶ海岸線の2つの路線じゃよ。
3000系は西神山手線の車両だね。5000系は地下鉄海岸線の車両だ。無人運転のポートライナーだ。無人運転は神戸のポートライナーが日本で初めてだったんじゃよ。すごい。車体の長さはおよそ8メートル、新幹線の3分の1じゃ。車輪は鉄ではなくゴムタイヤじゃ。六甲ライナーの一線型は4両編成だね。下を走る電車と比べてもすごく小さい。ポートライナーの2線型よりも長さが短いんじゃよ。そしてマンションの前を走るときは液晶によって瞬間的に曇りガラスになるようにしてあるんじゃ。へえ。洗車してる。北信急行電鉄の7000系だ。新神戸から神戸市北区の谷上まで六甲山を縦断する路線じゃよ。大阪梅田と姫路間を走る阪神電車の直通特急の8000系じゃ。同じ路線を走る山陽電車の直通特急5000系だ。この山陽電車の直通特急はアルミカーなんじゃ。山陽電車は我が国で一番初めにアルミカーを走らせたんじゃよ。なぜですか？アルミは鉄と比べて軽い。つまり電気を使う量が少ない。そう。阪神の2000系。阪神本線を走る2000系は長く走っているが、博士と同じで老いぼれてはおらんよ。5000系だ。これは5500系。両方とも普通専用車じゃ。阪神難波線が開通してからは近鉄の奈良まで乗り入れてるんじゃよ。2009年に開通した阪神難波線は高架のところはシェルターで覆ってあるんじゃ。阪神の9000系。このステンレス車両は難波線の開通に合わせて色を塗り替えられたんじゃ。ピカピカだわ。9300系は中間の4両がクロスシートなんじゃ。ワンマンカーの7990型だ。そう、単線の向こう側線で使われているんじゃ。山陽電車の3000系だ。かつて特急にも使われていた3000系はアルミカーでなく鉄じゃよ。こっちは同じ3000系じゃがアルミカーじゃ。姫路市内の鹿間と山陽網干を結ぶのは単線の網干線じゃ。ワンマンカーで運転されているんでしょ。その通りじゃ。神戸電鉄は神戸の新開地から神戸市の北部を通って有馬温泉、三田、そして小野市青方面へと伸びているんじゃが、山の中を走っているところが多いんじゃよ。こ
700型電気機関車は1949年に作られたものじゃ。ホッパー貨車をつないでレールの下に敷く石を運んでいるんじゃ。すごい働き者ね。神戸電鉄で一番新しい6000系だ。神戸電鉄で初めてのステンレス車体じゃよ。行き先表示はフルカラーの LED と最新式じゃ。ワンマンカーでも運転できるようになってるんじゃよ。神戸電鉄で一番多いのがこの5000系じゃ。何両あるんですか？40両ね。有馬温泉と三田方面に分かれる有馬口駅。この3000系はアルミカーじゃよ。正面から見ると赤い色なのでウルトラマン電車とも言われているんじゃよ。あんまりピンとこないな。そうかの。1000系は神戸電鉄で最も長く走っている車両じゃ。やがて6000系にバトンタッチされていくんじゃよ。あれ？正面に扉のない非貫通型が多かったけど、これは貫通型ですね。しっかり見ておるな。3両編成から最大5両編成まで連結できるんじゃよ。 SL だ。北琵琶湖号だ。C57 蒸気機関車が引っ張っているのは12系客車5両。北陸本線の米原、長浜、木之本間のおよそ22キロを走る季節列車じゃよ。北琵琶湖号を引っ張っている C57 型が置かれているのが梅小路蒸気機関車館じゃ。ここでは17形式19両が保存されているが、7形式7両はいつでも動かせられる状態にあるんじゃよ。86だ。8620型は1914年に日本初の急行用として作られたんじゃ。 B20 型は我が国で一番小さい SL で動輪が2つあるだけじゃよ。かわいいけれど力持ちなのね。C62 型じゃ。日本で一番大きい SL だ。 C57 型だ。ほっそりとしたその美しいスタイルから貴婦人と呼ばれているんじゃよ。 SL って